はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かえでさんちへようこそ。いやー、かつさんち、福井のかつさんち、第三子が生まれたそうです。なんか第三子はね、まあ予定してなかったっていう話だったんですけど、まあ2人ともね、福井のかつさんもお嫁さんのエリさんも3人兄弟なんで、まあ3人でいたらいいねっていう感覚だったらしいんですけど、まあ自然妊娠なのかな、多分。まあそれことについてはちょっと増えていると思うんですけど、まああんまり深くは聞いてなかったんで、うん、なんとも言えないんですけどで、まあ上の女の子2人なんですけど、なんか体外受精かな、うん、そういうので、まあ自然妊娠はしにくいけれども、妊娠はしやすいというか、妊娠はできますよっていうような、まあちょっと特殊って言ったらね、怒られるかもしれないけど、まあ、そういう妊娠の仕方で、まあ子供が生まれたということですね。まあこれはね、勝さんが、まあ勝さん発信で今言ってたんですけどで、まあ勝さん目線とエリさん目線の、動画がね、出ていらっしゃいます。まあ感動するよね。まああんまりさ、その動画を、その出産シーンっていうのを、まあ露骨にねって言ったら怒られるけど、動画を撮るっていうことはあんまりないですよね。まあ、最近その動画をね、まあ、アップする目的じゃなく、ただ将来ね、この子が生まれて、まあ、中学生高校生とか、まあ、結婚するときにこういうふうに生まれたんだよって、うん、まあその部分ね、出てくる部分を、まあ、撮影するわけじゃないんですけど、ね、こういう思いで君の誕生を待ってたんだよっていうような感じの、うん、まあ動画に仕上がっていて、うん、ドキドキ感がすごく、その、まあ、親戚でも何でもないんですけど、勝さんのね、そのドキドキ感っていうか、まあ子供に会えるワクワク感っていうのが、すごく分かってきて、うん。すごいね、なんか、あ、こういう感じなんだ、自分だったらこういう気持ちだったんだろうなとか、うん、自分がね、まあ、子供いないんで、まあ、出産するっていうのは分かんないんですけど、どういう感じなのかね、うん、痛みがどうなのかとか、うん、分かんないなりにもすごいねっていうような感じで思っていて、うーん、まあある意味羨ましいなっていうのがありますね。うん、でもまあ本当におめでたいことですよね。日にち的には多分12月の18、19ぐらいの多分日だと思います。まあ落ち着いたらね、ちゃんとそのこの日に生まれましたっていうような感じで、多分勝さんの方がちゃんとね、落ち着いたらお話しすると思うんですけど、まあそれでもね、上の子の2人に、まあ、ママ宛てにね、エリさん宛てに、お手紙を書いてあって、お手紙というか絵ですよね。お父さん、お母さん、自分たち2人と、あと赤ちゃんの絵が描いてあったりだとか、まあ下の子は、まあなんか描いてあったりだとか、それを守り側に自分のところに置いています。あとマグ姉さんもなんかお手紙を送ったらしくて、それもお守り代わりにこう自分の手元のところに置いてありますっていう感じだったらしいんですね。
で本当はね、あの予定日としては多分12月の頭ぐらいかな、まあ、11月の後半から11月の頭ぐらいに多分出産予定日っていうのがあって、うん、でもそれでもまあ陣痛かなっていうのもあったんだろうけど、まあ、はっきりとした陣痛っていうのが来なくてで、まあ、お医者さんと、まあ、病院と、まあ、相談した結果、まあ、入院しましょうと、まあ、ほぼほぼ強制的にその陣痛剤みたいなのを注射して促して、まあ、子供をこう産みましょうと、うん、っていう感じかな多分。でまあ本当に大変だと思います。もしかしたら本当に、ね、昔昭和のね、あの初め頃なんかもそうだと思うんですけど、明治大正昭和、まあ江戸時代なんかもそうだと思うけど、医療がさ発達してて、もうお母さんが亡くなる確率っていうのが結構高いらしいですよね、あの子供を産むときに。で結構そういうことでお母さんが亡くなって、あの赤ちゃんが、まあ、生きてるっていう、もう本当にそうあるみたいですよ。それ何件かあるみたいで、今でもあるみたいなんで、どんなに発達しててもう亡くなるっていう確率が減らない、まあ減ってはいますけど、すいません、減ってはいますけど、でも確率的には1割2割ぐらいはあるみたいですし、まあ亡くなってはいないけど、その意識がない状態になっているとかっていうのも本当に何割かあるみたいですね、うん、それだけまあ命に関わるようなことっていうのもある。うん、すごいなとは思いますね、うん、まあそういう経験がないので、実際どういう感じなのかって分かんないし、その体験した人のその動画映像を見るしかないんですけど、皆さんどうでしょうか。もしねよろしければ、ガツさんの方に、福井のガツさんの方に動画を見ていただいてね、うん、で感想もいただけたらなと思います。それでは皆さん、さよなら。